あとでスコアが、で見ると、いいやつの方がいいみたいな、そういう感じ？この風船なんだろう？先に、ちょっと周りを。これ多分、あれだよな、あれ、蜂蜜を取る。これ他なさそうだね、何も。やってみよう。やってみよう。プライド集めなら木のてっぺんに行こう。罰を押して上昇しよう。蜂が木ので見つかる、うん。じゃあ進めないな。ああ進めないな。ああちょっと待って下手くそか絶妙なところコントロールしなきゃいけないんだね。嘘、うん、そうだ誰も。あーいやあむずっ。あ、え、ここあー、またあー蜂がいるのかな。蜂だ。ああ、うん、おっと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 もっともっと竹もっと出ましょくちょんで。ああ、ああ、ああ、これってさ、上まで行けないとダメなのかな。ああ、あー進めないな。あー危ねえ、蜂多くね。あー、え、なんかきつくねこれ、むずくね。え、あ、蜂、あ、あー、やった進めないな。あー、これって何ポイントスコアとか、あれ頂上まで行けたらとかあんのかな、なんかもらえるとか。あーた進めないな。あぶね。あーあぶね。あーあー、あーもういいや、諦めっぴいいよもう可能性はできない。ここで時間かけるのもったいないんだよ。うふふふ、よくジャンプして遊ばないか。よかね、ジャンプしてやるよ。25回ジャンプできたらクリア。行きたい切り株選ぼう。俺様はティガー、世界一の虎。くる？うふふふ。丸、三角、四角。あ、もう明確に目標があると助かるな。丸、
三角、四角、バツ、三角。オッケー。まあ、最初はね、丸、三角、四角、バツ、ここまで一緒。三角まで一緒。戻る。ああ、増えてくんだ。これだいぶ優しいな。一緒一緒一緒で増える感覚でしょ。え、2個増えた。OK、イエーイ。で、戻ってくる。OK、OK、OK。お、まだある。これっていつまでだ。これいつまでやるんだろうね。OK、 よし。あー、マジか、まだ100くらいで終わるかな。だいたいこういうのってさ、1回さ、ノルマクリアしてさ、2回目からハイスコアの基本的にあれだな、プーのところは基本バズりだね。ミニゲームのここで間違えそう。うん。山田駅からさ、100行きたいよね。あ、待って、でもね、これね、もう忘れたな。どっちだっけ、これ。でも見て。ミスアーハー。うふう、なんか上手だな。ティガハを真似してジャンプしただけだよ。俺様についてこれるだけで大したものさ。もうどんなジャンプでも真似できるぞ。なんだって、だったらこれは真似できるかい。うわぁ、どうだい、参りました。何無理に真似しちゃってもいいんだよ。自分が思いついたまま気まぐれに飛び跳ねるのが一番なんだ。俺様、俺様、空は空、こうでなくっちゃ。うふふふ、いいこと言うじゃない。あれ、何か落としたよ。あれ、それかい。ああ、それかい。ジャンプした時に火の上で見つけたんだ。ジャンプの役に立たないから、それたちにあげるよ。パラダイススタンプ、バンビアタックカード2枚。ほう、こんで、ティガー編は OK で、宝箱があります。どうやっていくんだろう。ちょっと待ってね、あれをさ、どうやっていくんだろう。いけたー、普通にいけたー。エグザミネーション、でも他は特になさそうだね、何も。さら、じゃあここは。行っちゃいますか。次どこ行けばいいんだ。こっちか。あ、ごめんなさい。ちょっと動きが。どこ、え、あれ、ここじゃない。こっちか。
の、ちっちゃい足。よ？風が吹き出してる。わお。ほわー。目が落ちてただ三角で、普段を助けないとプライド取ることができないよ。左スティックとプロールで、オッケー。なるほど、なるほど。シューティング的なやつだね。やっほー。やっほー。わー。わー。わー。あー。わー。やっほー。やべ。危ねえ危ねえ、あ、待って待って待って、なんでだ、あ、なるほどね、危ねえ、あ、待って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 、お、ルーだ。かわいい。じゃあ、ルー、どうしてこのところにいたの？ティガーを探してたら、え、人が入って落ちちゃったんだ。あ、でもブラック。違うよ。ブラックティガーが待ってたんだ。ちょっと倒してみるか。僕との手にティガーが風に乗って、落ちてきたらそこに僕がいるんだ。ティガーびっくりさ、面白いでしょ？だけど、ここに落ちてくるとは限らないよな。ティガーが風に乗ったらジャンプしてもっと遠くまで行っちゃうかもしれないよ。本当は待ちくたびれて少し寂しくなってたんだ。ルーの方から探しに行くしかないんじゃないか。そうだね、そうする。地面の中でこれを拾ったんだ。あげるよ。助かる。願えてる。あと10枚あとでやってくれ。ああ、待ってください。あー、始まっちゃった。やるか。ストレスだ。先にじゃあ持って。あ、助けて。あ、ほら。どこだね。あー、おい。おニューレコードマジか。どうせ助けを呼ぶがいい。いや、彼は巻き込むのにいかないわ。なら少々悲鳴を上げてもらおう。お前の悲鳴を聞きつければ奴もすぐに駆けつけるだろう。やめろ。あ、いいよ。ビストラスは限らないぜ。お前たちには用はない。だが悲鳴を上げることぐらいはできるはずだな。ちょうどいい。ベルト、お前たちの恐怖と悲鳴でビストをおびき寄せてやろう。その必要はない。ああ、生きた。ビースト、ダメ、いけないわ。さっき言ってるじゃん、早く帰って。その蜂蜜に手を出したら、あなたの蜂蜜を置いたくないの。思いますよ。やろう。またこれミニゲームっぽいな。わかった、そこまでならそれでいい。こうないと落ち着きません、ね。昔わがままだった。尻尾を探そう。わがままの王子だった私は呪いをかけられてこんな姿になってしまった。この姿のせいで私は誰にも愛されず、そのためますますわがままになった。その時に出会ったのが君だったんだ、ベル。君だけは私を受け入れてくれたんだ。君のおかげで、あれなら、私の冷たく浮かつもらう。ああ、待ってくれ。いいよ、助けたいよ。なんで、守られ、一周してきたらならない。ベル、すまないが、君は何て言おうと、私は君を助ける。たとえ君に嫌われても。それが私の最後のわがまま。ブリースト。いいよの。そうか、ビースト。尻尾を見つけたい。美しい心の持ち主であったのかな。ならば計画変更だ。ビーストよ、ベルの代わりにお前の心をいただく。心を奪うためにあなたんだ。取っちゃえ。いけない。
あ、オッケー。チブレットカードで蜂を攻撃し、お、突風カードで蜂を吹き飛ばし、蜂蜜カードでプーさんの蜂蜜ゲージを回復しよう。かかかけ最初の計画通りベルの心がビールベルの心が手に入ると。口ではビーストを拒んでもやはり真の思いは蜂を吹き飛ばす。すぐ感じるとビースト、ベルの心がお前への深い愛情で輝いているのそのベルの心を返せ。どこだ、あっちだ、ヘムの色にベルが見えた。お前たちは説明は後々、とにかく早くベル助けたいなじゃん。手伝ってくれるのか。もちろんだ、実は僕たちビーストのことって感じちゃったんだ。オッケー、一緒にベルの心を取り戻そうな。あ、わかった。これビーストのフレンドカードをなんか使えたりする。ああ。おーい。おーい。ことで、一回、もう次、この3つ目のパーティーカードで、クリア、最後の回に行くので、ちょっと、まあ、日本語が全然出てこない。それのキャラ、空を、こう、ああなんだ空手つつ、カードを集めたり、ターンにしようと思うので、ちょっとしばらくカットいたします。マジ？あ、カードが決まってたのか。足りる。よかった、なんとかなった。あぶねあぶね。時間よ。あはは、違えた、かわいい。なんでそっから落ちてくるんだよ。あ、いたたたたた。疲れましたよ、ふぅ。あれ、どうしていいやが俺がいいのか？君が木にぶつかってくれたおかげで尻尾が戻ってきたんだもん。僕はミツバチに追いかけられてただけだよ。空についていったらこうなったんだ。そうなんだ、どうもありがとう、空。俺はミツバチをやってきただけで、尻尾のことはたまたま。たまたまだったんだ。そうだよね。わざわざ僕を助けに来てくれるなんてありませんよ。でも嬉しいですよ。ありがとう、プードソラ。どういたしまして。これは僕からのお礼ですよ。たまたまなのにお礼なんてもら、お礼なんかもらっていいのかな。それ尻尾と一緒にたまたま落ちてきたんです。たまたまのお礼でぴったりですね。エリクシャー！エリクシャー！消化カードじゃないからさ、使いやすいかも、エリクサーとか。あ、今日たまたま助けてくれて、どうも。いや、なんかいいよって、こういうチャラだからあれなんだけどさ。たまたまを、まあ、あれだよ。素直に言う、空も素直に全部言っちゃうし。それをね、素直にね。あれもう行くか。後で戻ってくればいいよ。そういうことじゃねえんだよな。それで行き止まりか。なあ、プー、俺友達を探すの役に立ったかい？うん、どうもありがとう。俺にこれあげるよ。ふう、たくさん歩いてくたびれちゃった。蜂蜜食べたいな。じゃあ俺そろそろ行くよ。どこへ？この友達に会いにさ。
また来ればいいって言っちゃったけど、なんか、そういう、なんか、違うよな。ちょっと違うわ。誰だ？我が名はビクセン。貸しを返してもらうぞ、ソラ。貸して？ソラ、この人に何か借りたの？そんなわけあるかよ。何を言う。かつての友と再会させてやったではないか。まさか。いかにも。リクは私が連れてきた。じゃあ、お前がリクを操ってるのか。リクをどこへやった。お前がリクの行方を知ることは永遠にない。なぜなら、もはやお前に未来はない。マジか。あ、分かった。危ない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 。体力が多いな。氷は効かない。氷は効かないのね。困ったな。氷のせいで体力削り切れないとかも。間違えた。間違えた。あ、やべえ、しまった。あ、マジ。あ、マジか。うわ、しまった。あ、いけた。うわ、マジか。おいぞ。ドナルドの間にいいと思ったドナルドが倒してくれた。さすがにそうたやすくは始末できんな。お前なんかにやられるもんか。それはどうかな。気づいていまい。私が戦いながらお前の記憶を探っていたことを。そして見つけたぞ。お前の心に眠っている裏の記憶から作ったカードだ。待て！俺の裏の記憶？フリーズを覚えた。あ、ブリザードブリザードストップ。へえ、そうなんだ。トワイライトタウン。そう、トワイライトタウン、ここで登場するんだっけ、そういえば。死にそう。あれ？セーブポイントがない。それは、なーれ？最後の曲ってなんだろう？忘れた思い出のことかな。
気をつけた方がいいよ。嫌な感じするんだ。ということで、今回はね、ちょっとプーのところ、最後ね、力戦で戦ったけれど、ちょっとプーのところ、ちょっとまったりのんびりね、こう、楽しく、今回は、できたと思います。が、次回また、トワイライトタウンという、ワンでもね、出てこなかった、ワールドでの冒険になりますので、もうそういう物語もね、多分終盤だと思うのでね。あ、ピヨピヨうるせえな。ということで、ありがとうございました。次回はよろしくお願いします。